見よ主の日が来るその日あなたからぶんどったものがあなたの中で分けられる私はすべての国々を集めてエルサイムを攻めさせるお祈りします天の様あなたの恵みを感謝いたしますこれからの時を豊かに導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアめえ終わりの時のことを考える時にですね 世界の国々の動きというのは一つ大きなポイントとなりますそれからもう一つのポイントというのはこの二つが非常に重要な意味合いを持っているんですね。で「世界遺産」を今開けましたけれどもですねイエス様が人たちの前で昇天されたとに天に上がっていったんですが再び同じような形でやってこられると言われたんですねその時の時ここことがここで書かれているんですね。 でこれはですね、えー、再臨の日の出来事で反キリストの軍,軍隊がですねエルサイムを占領していきますそしてですね反キリストに全ての国々の民が立ち下がっているんですねそしてね、えー、3分の1かな半分かな占領されるわけですけどもですねその時にですねイエスキリストが再臨されるのです。 3節主が出てこられる」決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われるえつまり主がその時再臨されるんですねその最後の最後滅ぼされるまさにその日に主が再,再臨されて逆転があるのですねそしてですねどこに立つかっていうのを明確に書かれています4節その日主の足は エルサのの東にに面するオリーブ山の上に立つつまり首都高オ行伝で言っているようにオリーブ山に来られるそしてオリーブ山にの上に立つとこういうふうに言っておられるのですねそしてですねオリーブ山はその真ん中で2つに分かれ東西に伸びる非常に大きな谷ができるとまあ地震が起こってですね2つに分かれちゃうオリーブ山はいつもあの我々がツアーで行く オリバムの頂上はえー、っと南側になりますそれと半分に分かれちゃうとこういうような形になりますよね、えー、そしてですね五節ではこう言ってですね「主が来られるまあ主が来られたわけですね全ての生徒たちも主と共に来るとこう書いてありますでここでイエス様が再臨される時の状況が分かってくるわけですね。イエス様がが再臨されるんですが 聖徒っていうのはイエス様を信じている者たちですねそれが共に来るとこう言ってんのですね。でじゃあこの生徒は誰を表すのかということになりますが観難中にですねえ復活が起こります誰が復活されるのかというとそれまで主にあって死んだ生徒たちクリスチャンたち天国にいる人たちね体がなくなった人たちその人たちに体が耐えられます。 それともう一つはですね、その時に敬虚される人たちがいるわけですね。我々。で、警挙される瞬間に我々は体が変えられます。どうなるかというと、見たまの体になるんですね。そしてですね、この生徒たちっていうのはですね、その、警挙があるときに、すでに死んで、そしてですね、体が変えられて復活する人たちと、 それとともに敬去されて体が変えられ復活する人たちを含んでいるつまり我々ですだから皆さんねえっと再臨の素晴らしい風景を見ようなんて思っちゃダメです我々はその兵なのですでイエス様と一緒に来るのですねそれでですねえこの時にですね慌てちゃいけないんですね何かっていうとねえ戦いの中でね 死んだらどうしようとかですね傷ついたらどうしようとか言うかもしれませんがそれは慌ててはなりませんなぜ慌ててはならないのかというと我々は御霊の体に蘇っているので御霊の体ってね傷つかない死なない負傷しないだ特別な体になっていると思っていただきたいと思うんですねそこでですね圧倒的な死の勝利がそこで表される そして私たちはねその目現者になりますあるいは実行者になるとそしてですね神の国がやってくれる千年王国ですねえそう書いてありますでその中で一つ興味深いことがあるんですね何が興味深いのかというとその戦いの中で反キリストの軍で生き残った者たちがいますまあ世界中の国々が来るわけですからね非常にたくさんの軍軍の人々がいるわけですね その方々はですね勝負がついた後どうなるかっていうとねそのまま残りますだから千年王国はですね、えー、変えられて復活した御霊の体になった私たちとそのままねハン反ス人に従って敗,敗,敗北するんだけどしかし生き残っている人たちこの二つの形になるということをねどうぞ覚えておいてください。それと,ともにですね このお会いの時に国々の動きでイエス様が王となられるんですが同時にですね霊的な祝福が起こるのですねその一つは賜物のの働きです。ババそれでりま賜物の働きとともにですね教会の復活です。で何の復活かっていうと五色の復活これが起こっていきます。 で神様が言われてるのは使徒預言者牧師伝道者教師のこの五色の働きこれが復活してくるとこういうんですねでここで間違えちゃいけないのは使徒はですね十二使徒っていうのいるんですあれ特別ですあれはキリスト教会の中心となりで教えをの土台となった人たちですねこの十二使徒はもう出ません、まあ、パウロではありと。 こういう本に持ってください。じゃあこれから出てくる人はどういう方なのかっていうとですね、教会を立て上げ、人々の信仰を立て上げるという働きをします。これです。ですから決してね特別な権威がそこにあると思ってはなりません。しかしね教会の立て上げ、私たちの信仰を立て上げるのに重要な役割を果たすと。え例えばあのこの前言いましたけどもですね、あの昔野球はね。 エースっていうのがいてそれが中継ぎも抑えもしたんですね。ところが今先発がいてね中継ぎがいて抑えがいますよね。そういうふうな形で分離してくるとこういうふうに思っていただきたいと思うんですね。そしてですねその中でえっとねそれは何かというとね人と預言者に立つ人たちは より主の生きた働きを表すようになると。主の直接的な意思とか、奇跡の働きとかそれを表すことになります。で、どの教会にもね。伝道師牧師教師っていうのがいるんです。しかしですね。使徒と預言者は、えー、その教会が受け入れないとそれが現れてきません。そして、この使徒と預言者は神の直接的な働きがそれを通して表されると。 それゆえ強力な働きとなっていきます。で、それを通しての教会の働きっていうのは非常に強力なものとなってくるということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それでこの教会は,はね、使徒団に導かれている教会です。導かれている教会というでもどの教会も導かれているんだけど受け入れた教会であると。で、そう思っていただきたいとでこういうふうに思います。 それからあえてとと預言者という呼び名はつけません、まあ、つけないのはど,どうしてそういう理由なのかっていうとですね人と預言者に立てられたものだったら具体的にその働きがその人を通して現れてるはずだからです。むしあの名前をつけてねわざわざその位置につける必要は全くないと。実際にその神の御心を運びさらに奇跡が起こり主の生ける働きを この導くっていうそういうこと柄が起こっているはずだからですねですからそういうような形であるというふうに思っていてくださいそしてこの教会がですねこの終わりの時の神の働きの中心となりますどうして中心となるのかというとまあ中心となるっていうより働きの大きなポイントとなってくると。どうしてそうなのかっていうと書いてあるからです聖霊の働きとともに賜物の働きでありこの使徒と預言者の働きというのは 賜物の畑に関わった特別な働きであるということをねどうぞ覚えておいてくださいお祈りしますテナさんあなたの耳を感謝しますイエス様の名前によってお願いいたしますアメン